こんばんは、奈良橋です。こんばんは、キーハムです。つい数分前に聞きくらいのやったんですけど、簡単すぎたんで次は聞きほろ酔い、よいしょ。今回1、2、3、4、5、6、7、8、9なんで、はい、ほろ酔い、まあ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 、これは当たるんじゃないですかね。ハグしたらほろ酔い飲み放題。おお、お店がビリビリでほろ酔い飲み放題、まあ当たると思って言ってるんでね。まあ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 、はい、俺コスプレ飲むわ。また言ったまた言う一個食を失うのよ。わかる。いや余裕だよ。はい、もう全然余裕っすよ。サントリーに電話するわ。もし外したら中身ちゃうよって。あ、逆に、うん、自分の舌じゃなくてこっち疑う。今ほろ酔い飲む前に俺らもうちょっとほろ酔いし、はい、僕らちょうど今ほろ酔い、ちょうど今ほろ酔いから、そんなほろ酔いな俺らがほろ酔い外すなんてことはないと思います。ないです。あー、はい、では準備ができたみたいなんで、はいはい、じゃあジャジャク。ん？匂いの、まず匂いはちょっとあんま分からんかも。ちょっと待って、でもこの今飲んだ感じでもうだって3個ぐらいには絞れてます。俺もですよね。分かります、分かります。 OK です。はい、僕ももう OK です。じゃあ先回す。はい、まあ、3つぐらい絞れてる、まあ、これ以上はこだわってへんから。1個目2個目ぐらいに当てないともうここ変になってるから、うん、ずっと変になってるよ。いや、これむずいっすね。これむずいよ。やめるんすよ、ホスト。やめるやめるやめるんすよ。クマのシーンになってるよ、写真貼っとくね。1個の企画でまあいけるでしょう。じゃあ今からほろ酔いね、1番から9番まであるんで、はい、これ飲んでいきましょう。いきましょう。はいはい、入れたらもう次行くから飲まなきゃいけない、全部。ちょっと目覚め。そうなのよ、これだと、はい、そんぐらいですよ。わがまっかりやん、切りはめ。なんなん。はいはい、パッパパッパ言っていいんですよ、これ。いっちゃっていいんじゃないですか。多分今回も当たることにはなりそうですよ、俺。一番初めの味がちょっと薄れてくるんだよね、時間かけると。俺もう絶対これ分かるわ。マジで本当に分かるわ。俺やめなあかんかもしれんや。でも一回も見えるか。なんでなこの辺ぐらいもうグデグデになるかもしれん。3枚いきます。ジャシャク。今余裕よ多分、うん、パッパいかんと一番初めの味を忘れそうやから飲んでるけど、はい、最近金ハメなめなめは最近いつほろ酔いなめなめした。ほろ酔いなめなめをまずしないですよね、金ハメなめなめは。金ハメなめなめ、ビールなめなめなんで。あ、ビールなめなめなめ。はい、僕はビール党なんで、今度ビールでやってくれたらね、多分すっごい当たるかもしれない。マジで。これも当たりますけどね。ビールやってよね、外してよね。あー、だからもう金ハメなめなめがいないからよ。マジで、もう一回やってる、リベンジで。いいっすよ。あれ、分かんなくなってきた。わんていいよ、分かんの。ほら、分からんぞ、分からんぞ。もう分かんなくなってきたの、ちょっと最初のやつが。ちょっと危険かもしれん、これ。大阪のさ、飲みコールって知ってる？むちゃくちゃ有名なやつですか。一回やってみてください、軽く。なんかそれ乗らんでいいから、軽く。乗らなくていいけど、やってくれ。俺、両方やるんすか。いや、だから、俺、どんな愛の手までやる。いやいや、乗らん。え、グリコたこ焼きなんでやねん。なんでやねん。は、前。大阪。はい、グリコたこ焼きなんでやねん。あれが一番有名ね。あれが一番有名も、そして昔からやってるやつ。ライって最近言わんかったよね。ラララライのやつ。それももう古すぎる。それ俺ら側。ライラララライラララライそれライそれイケイケゴーゴーみたいなコールがもうないよね。ないっす、ないっす。もう全然ないっす。ないよね。昔あれで大阪バージョンは俺南の走ってたから、ライラララライラララライ立てライ横ライ斜め的な。あ、そう。あー、それは一応聞いたっすね。それも大阪。あれ大阪発祥のコールなんすか。え、大阪発祥じゃないの。東京でできたと思ったの。東京グイシャ言わへんよ。グイッ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 グイ一択ですね。東京のホストクラブで大阪とかやってるとちょっと惹かれる。そうですね、恥ずかしい。恥ずかしいので、恥ずかしいのでし、泊まりの宅から見られる。はい、大阪と最近出てきたんかなって。そう、うん、東京のホストはスマートにこうじゃなくてちょっとこうこんな感じでコールしちゃう。済ましてるっていう。済ましてる。そう、南はもうこうどっちがいいかによりますけどね、女の子の。いや、最近でも南見たけど、南の子も若干済ました。時代変わったかもね。じゃあ5番いきます。本当に5番からですか。これもう分からんですちょっとほんま分からんわ、うん、全部飲まないと本当に分かんないですね、これは。ちなみにコールの話の続きやねんけど、はい、シャンパンコールは、まあ、今僕フェイスグループディゾンさんいるんですけど、歌流すやん、いろいろ。あー、コール中元々のグループは自分の好きな歌流すやん。持ち曲的な。あ、はい、野球選手みたいな登場シーンだよ。はい、例えばモメロクローバーやったらモメロクローバーやったら登場シーンで、それで普通にコールするんだよ。はい、別にその歌に合わせるとかじゃなくて、こっちのあのフェイスグループのコールは歌に合わせてコールするやん。あれってグループダンディ的に言うと歌コールだよ。歌コールって何。歌に合わせてコールするのは歌コール。はいはい、そうじゃない普通の入場曲みたいな感じのコールは自分のコールなの。あー、え、歌コールしたいからこれ入れてって煽るのがグループ。じゃあ煽ってなくても勝手に歌コールみたいな。勝手に歌コールするのがフルーツ。
ちょっと違うんよ、はい、大阪は最近入場曲コールっぽいのがあって、うん、それと歌コールがあると思う。昔はもともと大阪は全部歌コール、もともと歌コールがメインじゃないですか。もと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 は昔大阪のホストの時はカフェドパリとかリステリーって2万5000円とか3万ぐらいする安いシャンパン、まあ、安いって失礼やけど安いシャンパンでずっと歌コールやってる女の子がたまにいたの。ああ。一撃ドンがほぼなくて、3万円のやつを10本入れたら30万だけど、それを1回ずつ入れる、1回ずつ1本、もう1本もう1本もう1本ってやってずーってやるから、みんなそこにいるお客さんとかピリついてその子が嫌いになる、はい、ああ。ホストじゃなくてね、ホストじゃなくて、はい、1回30万ポンの方がいいですもんね。そう、1回30万同じ金額だったらそういうのがありましたっていう。6万いきましょうか。いきますか。寄ってきてんねんけどね。ちょっと待って、わからんでこれほんまに。今何個怪しいっすか？ 2、3個怪しい。俺も3個なんですよ。まだ7、8、9言ってない時代でもう3個怪しいんですよ俺。味、わからんやろ。次7枚いきますか。いきますか。ちょっとこれは、間で主役のトーク挟むから、わかんなくなったわ。トーク挟まなさ、これ企画やばいやん。いつも思ってる。でもこれパンパン当てちゃって最終的に外して採点出すまでが今回の企画で終わりじゃないですか。そうなの？ほんまに今から出勤するし外すでしょ。で部屋メイク崩しに行っていい？8枚いきますね。入れんの生まないよ。ちょうどいいですけど俺の方が大体多いんですよ。文句ばっかやねん。いや俺事実を伝えてるだけ。まあ一旦ね、飲み干しましょう。9枚そうですね、ラストラストこれいって、ラストいって、ラストいって、これでもうズバッと当たるか当たらないかやってシャッカーって言うからね。ラストジャジャッ。はい、わかりました。これもう一回飲むことはありなんですか？今回おかわり禁止。なるほど。ちょっと俺もわからんかもしれんわ。この俺がね、はい、ホロ酔いマスターって言われたこの俺が。そんな飲んでねえだろ。見たことないわ、ホロ酔い飲んでるところ。確かに今回初めて見たわ。せーの、僕らが飲んだほろ酔いは、せーの、5番です。です。あ、ずれた、あ、ずれた。嘘、ずれたよ。あ、数字間違ってるとかもう、じゃない？俺5。俺6ですよ。うわ、無駄やん、バクバクしとる。うわ、これ嫌やな、ほんまに。いや、この辺話してたから何番か忘れてるだけじゃないですか、ほんとに。いや、俺絶対5。俺絶対6ですけどね。うーわ、これ両方違かった、震えるね。アホでしょ。いや、でも、2人番号違ってて、いいんすよ。違うやつを飲ましたんで。え？2人に最初は。うわ、そんなこと使えんの？僕と主役飲んだの違うんですか？そうです。マジで？あ、え、よかった、こだわせんで。いや、こだわせ、こだわせしたら確かに余計くだっとるやん。ええ、結果合ってるか合ってないかは、そう、まあ、今から、はい、え、怖っ。え、そんなこと使えんの？急に、あ、彼どっちか当たってるか。1人当たってます。え、1人外してるんですか？1人外してる。もう最悪や。じゃあ、俺が当たったんか。もし嫌だったらもう一緒に行ってもいいです。もう一緒に。むちゃくちゃ飲ませるじゃないですか。どっちか外してるんで。そうっすよね。もうこのままでいいんやったら。え、いいよいいよ。いや、行きます行きます。当たります。6番です。え、で僕ってことですか？はい。うそ、僕当たりってことですかね。最悪や、最悪や。え、じゃあ主役は何番なんだ？4番です。え、神社やから。なんかこの辺から喋り始めたんだよな俺。分かってんだよ。神社じゃない？いや、神社や。そうです。え、俺神社やと思ってる。俺も神社、いや神社っていうか神社の香りしたソーダするなって思ったんですよ。え、これ何飲んだ？グレープソルティ。終わっとるやん。全然違うわ。全然違うわ。え、嘘。生姜とブドウ分からんの？やめなあかん。最悪や。電話してみようか今。くましい、ごめん。もうやめるね。やめさせることになっちゃった。最悪や。もうやめなあかん。え、嘘。え、なんかした？いや、なんも。いや、これ取っててできる。祝ニートおめでとう。わー。いやいや、ほんまにニートだったら、ほんまにニートだったら、これマジで熊の死に泣くよ。死も泣くよ。あと俺も共犯みたいになって、俺も怒られる。一番嫌や。なんで、まあ今回間違えたことで、はい、別でちょっと罰ゲームしますね。じゃあそうですね、今回のやつはね、はいはい、ホストやめるって言ったら、僕はさすがに本当にお母さん泣く。またあんたホストスから消えてるでって。ホストスト見てる。おかんおかん見てるの？見てる見てる。はい、じゃあ、はい、今日も憧れてます TV ご視聴いただきありがとうございます。今日はね、ちょっとやらかしと、はい、当たったもんね。僕は当たりました。両方当たってるんでね、一応1個目は。すごいね、聞き系得意ってこと。まあまあそうですね、やっぱりビールの時に呼んでほしいです。ビール一回やってるからね。キキビール、ほんと変わったビール行く。じゃあちょっとなんか、あー、地ビール、癖あるビールとかね、セタンに売ってるような、はいはい、ビールめっちゃ買ってきてやりますか。じゃあやりますか。僕が外してる上でやりますか。あ、どうやれへん。そうですね、まあ一番最初の頃とは異性は違いますね。あ、照れるわマジで。
どうしようこれっていう感じで考えながら、はい、めっちゃ照れんねんけど普通に。まあでも、はい、まあこれもいい勉強でした。またか、また外した。金ハメの下が本当にすごいなって思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。七原バカ舌なんでいかつい罰ゲームしてほしいと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。なるほど、ね、ありがとう。じゃんどん。東京の放送ライブで大阪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 とかやってるとちょっと聞かれる。そうそう、恥ずかしい、恥ずかしいので恥ずかしいので止まれんばっかり見られる。はい、大阪と最近出てきたんかなって。そうそうそう、東京の放送スマートにこうじゃなくてちょっとこうこんな感じでこうしたすましてる、すましてる。そう、南はもう